はい、こんにちは、よすまつです。皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、私今ね散歩に来ましたね。今公園の散歩が今終わりまして、ブックレビューの今ちょっと準備をしてこれから始めますけど、まあ、早速じゃあ本題に入りたいと思います。今日はですね、あの中村天風先生といって、まあ知る人ぞ知るということでね、まあこういう方でございますけど、うん、これはもうあのここに来てくれるような方だったらもう知ってみると思います。中村先生というのはですね、あのこう政財界にもね信奉者が随分見えまして、で結構あの大物の方たちがこの先生のね元にね近寄って見えてね、まあその研修会に参加して見えて、まああのいろいろな政界財界にあのいい影響を与えた方です。まあ、大先生ということで、うん、でこの先生はね、あのなんていうのかな、若い頃に日本軍のあの探偵、まあ、軍事探偵っていうのをやって見えて、まあもちろんね頭も最高度の頭脳だし、度胸もから心意気もあるという方で、まあもうまあ男が惚れるような男なんですよ。だからまあ軍の探偵っていうことでピックアップされてですね行ったんですけど、あの中国大陸でですね、こう中国だったかな、中国か、うん、で中国だった、ちょっとそれ忘れましたけど、とにかくあの結核、当時老害、結核というですね、あの大変に重たい病気、当時はもう不死の病、今でいうと癌のかなり重たいステージみたいな感じですけど、うん、そういうのにかかられちゃって、もうとにかく死ぬしかないというところで、で船であの日本に帰る時ですね、日本だからとにかく途中インド寄ったんですよ。だから中国大陸じゃなかったかもわからないですね、結局なかったのは。で結局インドに行った時に、あの船内でですね、あのヨガの先生、インド人のヨガのティーチャーというかマスターみたいな人に出会って、でそこにまあ弟子入りしてですね、でこう治ったという方ですということで、でこの方はですね、なんて言うんですか、結局病克服されてからですね、これ見ますと統一医学会というと天風会というのを作られましてね、ずっとね長生きされた方です。92歳と書いてありますね、92歳で。私これはですね懐かしいんですけど、何でかというと私悩んでる時があって、今働いてる時に、まあ結局今動画でもねそういう動画をちらほら拝見するんですけど、結局何のために働いてるんだと、だからこの仕事に何の意義も感じられないし、まあ、毎日毎日辛いと、だから上司もまあろくなのがいなくて辛いと、同僚とかね、そういうのもまあいじめられてるとか、そういう動画結構ありますよね、そういう人生相談も結構ありますよね。私もですね、その働く意味というのが全然わからない時期があって、自分がなんか消耗品の一つみたいなね、ただの歯車というよく言い方するんですけど、なんかもう高級な消耗品という感じでね、自分がね、だからそういう時にこの本を買いまして、いつもねまあこれちっちゃいもんで、こうね机上にこれを置いて、そしてですねパッとページ開いてね、本当落ち込みそうになったらページ開いて、パパッとこう4つ書いてあるんで、一つの見開きページにでパッと見て一つだけ選んでチョイスして。でさっとだけもうものの10秒か15秒で読んで、またブックエンドで立てかけておいて、
こう落ち込みかけたら読むと。で自分に気合を入れると、その時にね、まあ、吉本どうしたんだと、お前もっと行けと。で今日はその中の先生の中の中村先生の中のですね、一つか二つ読んでみますね。普段の心がけ、ちょっとでも不満や不平を心に感じるような時は、より一層それを感謝に振り返ることに努力するように修正づける。この心がけをいかなる場合にも普段のものとすべきであると、あえて痛烈に鑑賞する、要するにおすすめするということです。これなんかもう、なんかちょっと自分はいつもね、不満とか不平が出るときにね、感謝に切り替えろとね。不満や不平言ってるといい人生ならないよと、感謝に振り返ろう。例えば仕事で言うと、あのこうつまらないなとか、これ延々これまた今日もサービス残業かとかね、まあ帰れないなとか、早く会いたいなとか、この時間をね他のことに使ったらすごい有意義なんだけど、なんでこんな非建設的なことをやらなくちゃならないのかとか、そういうことを思いがちなんですけど、それを感謝に振り返ると。私がよくやったのは、この世の中ね、仕事がある人ばっかじゃないと。とりあえずあの派遣の方も一生懸命やってみえる、パートの方も一生懸命やってみえる、からアルバイトの学生もとか、アルバイトの方もね一生懸命やってみると。そんな時に、お前正社員でね、何を言うとるんやと、お前感謝しなあかんないかとね、もうとにかく時間が過ぎれば一日過ぎて金もらえると、仮にちょっとサービス残業があるのにしても、そんなことは大したことはないないかということで、私はですね、そういうふうに切り替えたんです。そしたらすごく心が楽になって、良かったことが何回かありましたね。からもう一ついきます。絶対積極と相対積極ね、積極というのは、まあ物事に前向きであるということですね。精神の積極状態というのは、厳密に言うと絶対積極と相対積極の2つに分かれると。絶対積極とは何事に対しても虚心平気の状態を言い、相対積極とは何事に対してもできうる限り明朗、活端、はつらつ、颯爽として対応することを言うと。いずれにしても人生建設の先決要諦である健全精神の完成は、その基本条件である精神状態を絶対積極の状態に到達させることであると。ちょっと難しいことなんですけど、まあ、これを言いますとね、要するに絶対積極と相対積極が何が違うかというと、絶対というのはどんなことに対しても、いついかなる時どんなことに対しても虚心平気ということを書いてありますけどね、これちょっとこれ字がちょっとね難しいもんでね、ちょっとあれなんですけど、まあ、虚心平気ということで、要するにですね、あの禅で言ったら悟ってしまったようだ、もう禅 の, あのお坊さんのですね、非常にこう湖が目の前にあって、さざ波が全然立たないようなシーンとした感じで迎えと、それから生き生きしてるんですよ、すごく。そういう人は、から相対積極というのは、できうる限り明るくこだわらず、はつらつとして颯爽として対応すること。つまりあのそこにあの本人の意図があるんですよね。人生はあの何かな、こう笑っていなきゃならないとか、人はこうできる限り積極的であるべきだとか、そういうことから積極性であのこうなんていうのかな、向かっていけよという、そこには自分をそう仕組んでる部分があるわけですよ。だからそうではなくて、とにかく仕組もう仕組まない関係なく、あの双葉山のね、あの未だ木形足らずというか、つまりそのお人形さんみたいではないんだけど、
もう何が来てもいけるようにしておけと。それは絶対だと。相対というのはまだ努力している状態だと。いうことで、この相対になるのにはすごい時間がある。まあ、この先生は相対じゃなくて絶対だったんですけど、うん、非常にかっこいい先生ですよ。うん、でこの先生の本ね、1100円で PHP から出てるんですけど、安い。私はこの先生の代わりの本を一つ2万円ぐらいしたかな、確か。でも2冊買った、買いましたよ。代わりで。今でもまあ、本棚にありますけど、うん、それぐらい価値がある。特に落ち込んでる時。だから今みたいなコロナ騒ぎとか、まあ不安が毎日毎日ワイドショーとかね、ニュースとか報道番組で言われますよね。うん。ああいうことに、さらされちゃうと人間ってどうしても不安になってしまって、なんか熱もないのに熱が出たようなね。そんな、なんかな、体調になったりとか、この夜の睡眠がね、だんだん落ち込んでき、少なくなってきて、熟睡のレベルがね、そういう、こう、気分が落ち込んできたりとか、不安感が増してきたりとかってするがちなんだけど、まあ、そういう時にですね、本当にこういう、一時死にかかったけど、ね、ヨガで蘇ったと。その時に積極精神を身につけたと。いつ、いかなる時でも積極的であれと。ね。まあ、例えばコロナの状態でもこういう考えでいきますと、結局コロナを乗り越えた後、ね。よくそういうこと言う方も見えますけど、乗り越えた後でどういう自分になってるか。ね。うん。例えば私で言うと、コロナ乗り越えた後に筋肉隆々でですね、しかも、もうね、財政面とかもしっかりとしてて、しかもまあ私の望みが叶っていて、いくつかということをね、考えていくということで、そういう目的のある人って意外と死なないですよね。うん、やはり、まあ、受け身になっちゃうと、もうそれこそやられちゃう部分があるので、皆さんもね、まあ私も自分には言うんですけど、自分にも今これ言ってるんですけど、とにかく弱気にならずにね、積極的にね、まあ攻めの気持ちでね、自分を攻めるんじゃなくて、この自分の人生を攻めていくつもりでね、向かっていきましょう。皆さんではまた次回お会いしましょう。